どうも、ふうかやです。ということで今回は、バイオームをハートにできる世界にやってきました。やばすぎ。最近のハートシリーズでさ、1ハートは許せるようになってきたんだよ。でも、ハードコアってやばくない？これじゃあ今回、やられた時点で、即終了でしょ。だから、もういろんなバイオームを回って、早くハートをつけるしかないな。で、まぁ、今回は、それぞれのね、ハートごとに、まぁ、能力とかもね、あったりするんで、待って。あれ、村の形してない？気のせいかな？いや、村だよね、あれ。まぁ、でも、村は、バイオームではなくて、建造物だから、またハートとは、まぁ、別だとは思うんだけど、まぁ、もしかしたらハートにできるやつとかあるかもしんないからね。あ、やばい、こういうさ、山とかもさ、足滑らしたら、すぐ終わるってことでしょ。いや、ハードコアって、怖ー！ちょっと待って、今、やばいの見えた。よし、これでじゃあまず食料取っていくか。8怖。やっぱモブの攻撃力も上がってるし、さすがにちょっとね、防具とか着ないと心もとないな。で、今回の目標はエンダードラゴンをね、倒していこうかな。まあ、ただ今回そのエンダードラゴンも、まあ、普通のエンドラとは違ってちょっと強くなってます。ハードコアでエンドラってなかなかきついよ。よし、じゃあまず、ゴーレムを倒していくか。いや、マジ、ゴーレムは、普通に下手したら一撃だからな、俺。よし！あーぶねえ。これで、じゃあ、鉄3つゲットできたね。だって今回ね、バイオームをハートにできるってことで、ま、俺が普段、あんまゲットしないようなアイテムだったり、バイオームに行くかもしれないな。よし、じゃあまずは、そこだね。オーシャンバイオーム。ま、海だね。ここでまずゲットできるアイテムが、あ、待って、ドラウンドいる。あ、怖っ。これ、まず、昆布だね。そして、さっきゲットした鉄を、ハサミにして、これでこの草みたいのを取ると、なんと、海藻をゲットすることができると。これでまず、準備整ったね。あ、ちょっと待って、そこに砦があるな。もしかしたらいいアイテムがあるかも。まあ、金装備ぐらいか。とりあえず、じゃあ、つけて、まず、かまどを作って、砂を焼こう。お、やばい。ゾンビ来た。これ、マジで一撃で死ぬ。あ、あぶね、怖っ。よし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 。あぶね。もうゾンビですら怖い。そして、まあ、ガラスが焼けたんで、まあ、これ、必ずハートの原料になります。真ん中にガラス置いて、周りに、じゃあ、まず、昆布。そして、海藻を置くと、あ、待って、レシピ間違えた。これね、バケツが必要らしい。だから、鉄掘ってくるか。あ、でも、ここにあるわ。待って、やばい、スケルトンの音した。待って、スケルトン来てる、スケルトン来てる。あっぶない。これ、一応さっき村からベッド持ってきてたから、やばい、この世界、夜はまずい。はい、どうだ？あ、燃えてる燃えてる。やばい、あ、燃えてない。いいところで立ち止まってる。よし、これで鉄が焼けたんで、バケツにして、まあ、水を汲むだけで大丈夫。で、海藻と昆布。できた！こちら、オーシャンハート。これが、まず一つ目のハートだね。いただきまーす。さあ、どんな能力が使える？はい。ハートが増えて、お！これは水の靴だ！ってことは、多分これ、落下ダメージ消えない？え、消えない。びっくりした。アップな。ただの普通の靴だったわ。あ、ただこれ、能力別であるらしい。なんと、水の中、めっちゃ速っ！なんか水の中めっちゃ速く泳げるようになるらしい。で、これで、おーおー、いやもうこれ、水の上走ってんじゃん。あ、で、これでさ、まあ別のバイオームに行きやすくない？もうなんか空飛んでんのと、まあ一緒の感覚あるわ。よっしゃ、これで、あ、待って、キノコバイオームあった今。よっしゃ、あそこ行くか。すごい、すごい、すごい！いや、この能力、最初にしてはすごい便利。さあ、そして、うお、す、高っ。これすごくない？あれ？キノコってこれどうやってゲットすんだっけ？普通になんかここを殴れば、あ、出てきた出てきた。この赤色のキノコと、あと茶色のキノコも欲しいな。あ、あったあった。これ、そうだよね。いや、このキノコも、すげえ成長の仕方してるね。そして、オッケー。待って、真ん中にガラス。そして、茶色のキノコと赤色のキノコ。来た！早速二つ目。マッシュルームのキノコ。じゃ、なぎや。それ同じだ。マッシュルームのハート。つまり、これ、キノコ島のハートっていうことか。はい。じゃ、これ、いただきます。はい、オッケー！なんだこれ。え？無限マッシュルームシチューって書いてある。あ、飲める飲める飲める。なんか、採掘速度上昇ついたんだけど。え？え？あ、
これ衝撃吸収で今ハート2プラスされたじゃん。これキノコ臭飲むたびにどんどん能力が増える。耐性もつくの。まあ、ただし全部2分間らしい。だからまあボス戦の前とかに飲んだりできるね。あとまあこれ無限の食べ物だからね、一生減ることがない。うわこの能力めっちゃいい。やっぱ海渡れるとさ、またいろんなバイオームに行けたりするね。これはやばい。あっぶねー今耐性に絶対助けられたでしょ俺。まあ、あとうわジャングルもあるじゃん。いやただ、あぶな。ジャングルのハートはないかもしれないな。だからこうやってまた横通り過ぎるか。お!そして、ジャングルの隣には、これは、まあ、サバンナとかだから、砂漠もあるかな。よいしょ。いや、まあ、まだここは草原か。海のね、この左側を渡っていけば、なんか砂漠がある気がする。お!砂漠だ!予想通りだったな!で、うわー!ピラミッドある!ラッキー!ちょっとじゃあその前に、はい、砂漠に着いたんで、まず取りたいものが、これ。サボテンだね。で、そうすると、砂とサボテンで、こちら、デザートハート。まあ、砂漠のハートが作れます。よしよし、だんだんいい感じに集まってきたぞ。はい、四つ目。ん?なんだこれ。待って、まさかこれ、なんかピラミッドのアイテムゲットしたんだけど。やっぱかー!え?すごい!あれ天然ピラミッドで、こちらが人工ピラミッドです。ちょっとじゃあ、チェスト確認するか。ちゃんと入ってるかな?はい。あ、入ってるわ。金リンゴとか、もう普通にいいじゃん。あ、え、これエンチャントの本とかもさ、獲得できる。え、金リンゴ3つ。そして待って。あ、ここもちゃんと本物です。確かめてみるか。あ、やばい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 。あ、これやばい。ハードコアで試すもんじゃない。あーぶなー。うん、まあ紛れもなく本物です。しかも待って、これさ、あ、これ無限だ。いやまあさすがに天然のピラミッドには勝てないでしょう。はい、うえー、すごっ。天然のピラミッド最強です。おー、このエンチャント本も結構いいし、ちょっと待って。びっくりした。めちゃめちゃ久しぶりに見たもんだって。まあ、あと、ピラミッドは、ダイヤとかもゲットできる可能性あるからね。いや、って考えると、この砂漠のハートは、すげえ強いんじゃないか。じゃ、これさらにさ、あ、できるんだ。大丈夫?なんか TNT とか。これじゃ、どんどん下に下がってるってことでしょ。まあ、でもダイヤは、あんまないね、やっぱ。うわ、ドロップ増加に、これめっちゃいいじゃん。今回の目標エンドだからより行きやすくなったね。え2個目出た。いやでもそうなんだよな。ピラミッドをこうやって出すたびにエンチャント金リンゴゲットできる確率は増えるからね。何回もやれば何回も出るわけで。いやもうこれで結構な量のピラミッド出したな。ただ意外とダイヤがゲットできてない。もうじゃあこれ洞窟行くのもありだな。だって今回とある洞窟にもハートがあるんだよね。まあ、それがパンもした洞窟っていう、あのウーパールーパーとかがいそうな洞窟だね。で、あそこがどうやらジャングルの下とかに多いらしいんだよ。で、俺さっきジャングル見たじゃん。いや、だから、そこの下に、そのハンモした洞窟があるかもしれないってことで、ちょっとじゃあ、そこ行ってみるか。さあ、じゃあ、ジャングル着いたね。まあ、じゃあ、ここら辺の下掘っていくか。いや、本当に、あ、びっくり壊れた。まあ、でもさっきね、鉄も結構ゲットしたんで、まあ、鉄剣とか、まあ、一応じゃあ、鉄頭さえ作れば、お!これでいい感じに、まあ、とりあえず装備はできたね。お、あ、まあ、廃校に、あっぱい、痛い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 、マッシュルーム!いい効果出ろ!ジャンプ力上昇!あ、でもハンモしてる!いた!やばいな、これ。ちょっと待って、体勢とかついてくれねえか。来い、来た、体勢。そして、まだ足りない。はい、HP 回復。待て、まだ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 、もっと欲しい、俺は。火炎耐性。ちょ、さすがに人多いな。とりあえず、じゃあ、俺倒していくか。あ、でも、耐性って素晴らしいな。死ぬー。オッケー。これで、ハート回復。一応、金リンゴを持っておこう。攻撃力上昇とかは出なさそうだね。待って、この、スケルトンが厄介すぎる。いや、でも、あ、オッケー !4 ハートでも、どうにかなるな。こうなんか効果があれば。よいしょー。やばい。でも、クリーパーちょっと怖すぎる。よし、じゃあ、これで、まずじゃあ、どれをゲットすればいいんだ?これ?あ、いて、あ、コケブロックあった。と、これも、多分、はい、この葉っぱだね。あと必要なのが、このピンクのやつ。取れろ。取れろ。オッケー。これだ。胞子の花。これでじゃあ、コケと胞子の花と大きなドリップリーフ。
できたー。こちら、ハンモした洞窟ハートです。これちょっと考えられないけど、どういう能力なんだ。あ、なんか、コケインゴットゲットしたんだけど。あ、これ1個じゃまだ何もできないっぽいね。多分、時間とともに増えてく感じかな。まあ、そしてまあ、せっかく洞窟に来たんで、ダイヤ見つけてくか。まあ、多分あるとは思うんだけど、まあ、ここ絶対ダイヤあるでしょう。え？ん？あ、あれダイヤじゃん！コケかと思った。よし、これでじゃあ3つ。いや、まだまだ欲しいな。てかさ、こういう少量の水でもめっちゃ早いんだけど。わざと、なんか下に水引いて、なんか素早く移動するっていうのもありかもね。あ、ダイヤある。こういう洞窟は意外とあるからな。やばい。クリーパーがいる。だから、逃げろ。はい。水の中で俺が世界一早いからだ、今。いて！あとね、鉄も集めたいね。これは、ま、金床作って、エンチャントしたいからだね。あ、ダイヤ、ここにもあるね。これで、ダイヤ5個か。そしてもう金床も作れるね。じゃあちょっとその前に、この、苔インゴット。これね、時間経過とともに集まるんだけど、3つ使うことで、この自然の杖ってやつができるらしい。で、これの能力が、えい。あ、作業台も変わっちゃった。周りを、このなんかあの、ハンモした洞窟のブロックに変えるらしいんだけど、これ、すごいな。でも待って、意味あるかこれ。別に落下ダメージが軽減されるわけでもないんだよ。まああの、掘りやすくはなるけどね。よし。そしてなんかとんでもないマグマを見つけたね。もうじゃあここのマグマで、もう俺ネザー行っちゃおうかな。ネザーにもいろんなバイオームがあるからね。よし、これでもうネザー行けるね。さあ、つい、おお、廃要塞、マジか。エンチャント先しようかなって思ってたけど、いや、これだったら、先、廃要塞見てこようかな。ただ待って。いやー、まあ、金装備は来てるけど、廃要塞、大丈夫か、この装備で。まずじゃあ、ここのチェスト。おお、古代の残骸、マジか。そして、うわー、これちょっと、ここら辺怖えー。いやー、でもあんまりチェストなさそうだな、ここら辺。まあ、ネザーやっぱ一気に怖いわ。あ、やばすぎ。あ、怖っ。これさ、待って。えい。あー、でもマグマは、ブロック変わんないんだ。あ、でも、あ、生い茂ってなんかようわからんことになってる。逃げろ！あぶねー！これでじゃあ、金床作るか。あ、俺金床作ってたわ。え、そんなことある？まあいいや、なんか2個作っちゃったけど、まあそんな金床が壊れるまではエンチャントしないでしょう。よっしゃ、まずダイヤ剣にドロップ増加をつけよう。そして他のね、このエンチャントの本。あ、まあこれ、泳ぎが速くなる靴に、これ落下耐性はつけていいかな。うん、これはエンドラ戦にかなり使えるんじゃないかな。あ、思い出した。これ撮影を2日に分けてたから、昨日寝る前に俺金床作ったんだ。うわぁ、眠い俺が頑張ったのに、ごめんな。そして、ここ、赤森ってことで、なんと、赤森のハートが作れます。このじゃあ、シンクの幹と、キノコと、あと、どれだ？これかな？はい、ネザーウォーと、シンクの幹、あとはキノコ。きたー！これでじゃあ、ま、5つ目か。いただきまーす。はい。ちょっと待って、これね、とんでもない効果が書いてあった気がする。で、ハート増えるのはすごい嬉しいんだけど、これ待って、ホグリいるね。いきます。はいー！なんと、5秒間しゃがんでると、周りの相手を倒せます。え、待って、これ、ちょっと範囲とか、よくわかんないんだけど、これ、やばくない？能力として。待って、ちょっとじゃあ行くよ。ただ、待って、5秒間待て！これ、おわー！ヒール6ない？範囲結構。じゃあ、あそこにいるホグリンは？こっち来るなよ。いや、待て。これ、やばくない？とんでもないハートを手に入れた。今までなかったぞ、こんな、瞬殺みたいなハート。え？あ、これさ、今回の目標、ウォーデンだったら、瞬殺できてたんじゃない？これで。そして、じゃあ今回は、エンドにも行きたいんで、これキノコ汁、あー、ついたー、火炎耐性。これもう、じゃあ全く火食らわないんだ。まあ、これをつけてから、ネザーは探索したいよね。あ、そして、ソウルサンド発見したね。実は、もう一つ、ネザーでハートが作れます。それが、ソウルサンドだね。よし、期待してるぜ。よし、これで、じゃあソウルサンドと、
ソウルソイルで、あ、できたー。さあこのハートの能力としてソウルサンドが焼けるようになったらしい。ちょっと言ってることよくわかんないと思うけど、マジでそのままの意味だね。こんな感じでほら焼けるでしょ。で焼くとね、こちらソウル鉱石がゲットできるんだよね。よし、じゃあこれで装備作ってみるか。まあ、こんな感じで、まあ、本当に普通の装備と同等で作れると。これね、え？ん？実は、そんな強くない説出たな。なんか一式揃えると。あ、なるほど。これソウルスピードが半端なくついてるね。だから、ソウルサンドの上とかで、バカ早い。それだけか。うん。めっちゃ早いんだけど、他には、特に。だから、この、落下耐性4をつけた水の靴、で、いいと思うけどな。まあ、金よりかは、強い防具だな。まあ、でも、ハートも増えたしね。あ、要塞あったー。そして待って、エンダーマンもいるね。ちょ、これ一回、シフトで倒してみるか。強っ！そしてね、これ、多分だけど、はい。いや、どうだろう。なんかワンチャンドロップ増加を引き継ぐんじゃないかなって思ったんだけど、まだわかんないね。ってことで、じゃあこれでブレイズロット集めに行ってくるか。え？え？すごくない？これ結構範囲広いよ。ってことで、要塞に入ったと。こういう要塞のチェストにも、たまーにダイヤとかあったりするからね。さあ、そして、まあ、ブレイズいるじゃん。これ、一番効率いい倒し方は、はい、火炎耐性をつけて、これもう、しゃがめば。強っ！あ、一歩も落ちない。まあ、いや、これ、ブレイザーは普通に倒した方が早いな。いって、あ、お前、炎を飛ばさなくても強いな。オッケー！まあ、ブレイズロットはこんなんでいいかな。待って、また廃要塞あるんだけど。うわ、しかもめっちゃ綺麗。俺、青森見つけたかっただけなのに。まあでも、チェスト良さそうだし、まあ一応ちょっと見るだけ見るか。うわ、あ、やっべ、攻撃しちゃった。ちょっと反射で。うわぁ、テクリンブルート。あ、待って、あー、死ぬ！ちょ、待って、おつけ、おつけ。あっぶねぇ、耐性あってこれかよ。よし、これで、なんか、あ、シルクタッチ、あ、シルクタッチいいね。これね、地味に欲しかったやつ。で、まあ、矢も集めて、うわぁ、すげぇ、物騒な声する。うわ、物騒。まあでもね、うお、すごい、ピグリブルトめっちゃいるやん。よかった、こっち少なくて。よし、痛いって油断も隙もないな。で、まあ、こん中はまあ特にないな。うわ、ここはちゃんとありそう。ちょっとまあ、どうせならエンダーパール使っちゃおっかな。えい。よいしょ。あ、どう？え、いって、なに？あ、あ、いや、あー、ネザライト。ネザライトでも1個少ない。あと1個だけゲットしたいんだけど、さすがにきついか。さすがにそこのチェスト開かしてくれ、頼む。よし、これで、はい、あった、すごっ。ドロップ増加3、すごっ。もっといい剣見つけました。よし、これで青森向かうか。さあ、青森も見つけたね。ちょっとじゃあドロップ増加3の剣を持って、はい、どうだ。いや、これ変わらねえな。まあでもエンダーマンは普通にまあドロップ増加の剣でまあ倒すか。あ、でも、はい。で、この、鉄剣の方が、ドロップ増加率、高、死ぬねえ、これは。下手したら普通に死ぬ。てか、俺、金リンゴ食えばいいのか。やばくなったら。はい。もう、ピラミッドで、めちゃめちゃたくさんゲットしたもんな。そして、まあ、ドロップ増加さんが、どういうレベルかっていうと、多分、調子いいと、めちゃめちゃ落ちるはず。どうだ？おー、3つ落ちた。多分、もう、あと1体ぐらいでいいんじゃね？お前で、終わりだ。来い！あ、あと1体。えい、あ、出た。オッケー、これでじゃあ一回現世帰ろうか。エンダーアイ作って飛ばしてみるか。あっちね。で、まあっちに行きながらも、ま、ゲットできるハートがまだあるから、それも集めつつ行ってみようか。お、雪原来たな。ここもね、来たかったんだよね。待って、あ、タイガもある。これじゃあまず、この氷ってさ、シルクタッチで、おー、集められる。そう、だからね、今回シルクタッチは、結構都合が良かったんだよね。そして、あと、この雪も、シルクタッチだと、ん？これって、スコップとかか？どうだ？ん？あ、雪玉を、なんか、集めたら、あ、雪ブロックになるね。で、これで石も焼けたんで、これらを使って、石と、氷と雪、あれ？あ、氷塊だ。だから氷じゃねえわ。氷塊、
て、じゃあどれだ？ん？あ、これだ。目の前にあったわ。オッケー、できた。マウンテンハート、まあ、山のハートって書いてあるね。これはどんな感じだ？はい。あ、能力として二段ジャンプができるようになったらしい。これさ、うまく使ったら落下ダメージとか、ここで、はい。あ、落下ダメージ消せる。だから、ほい。おー、いいね、これ。そして、ちょっとそこのタイガにも行きたいね。あ、すごい、なんか、ダブルジャンプすることで、すごい速い動きができるようになってる。ほら、すごくない？そして、俺がゲットしたいのが、この、頭皮の原木だね。あと、ベリーをゲットしたいんだけど、ここら辺、ないかな。あ、スイートベリーあった。あ、雪降ってるとないのかな。もうちょうど雪なくなったところから出てきたわ。よし、じゃあこれで、スイートベリーと頭皮の原木でできた。タイガハート。これでもう俺、全部で9ハートになるじゃん。いただきまーす。はい。え、ダイヤブロック出てきた。え、キツネ、なぜお前が？え、ラッキーじゃない？これで、これね、このチェストプレート、これがそんなに強くなかったから、チェストプレートと、まあ、あと頭装備か。あ、これすごくいい。まあ、金床で、これダメージ軽減と、まあ、一応爆発耐性もつけるか。で、まあ、せっかくだったらもう、ネザライトに強化させちゃおうか。ネザライトインゴット作って、ネザライトの剣にすると。いや、これなんかもうちょっといいエンチャントありそうだけどな。ちょっとなんかいいやつ出て、こう、いや、なかなか出ないんだよね。おー、ダメージ増加3来た。これめちゃめちゃもうでかくない？まあ、正直弓系のエンチャントも来て欲しかったけど、まあ剣でも十分だな。はい、オッケー。これで攻撃力10のネザライトの剣になったな。いや、なんだかんだこのピラミッドが最強かもしれないな。よし、じゃあこれでエンド探していくか。はい、こっちね。おーっと、ここだ。あ、そして最後弓も作りたいな。お、来たー。待って、ここからシルバーフィッシュの声がした。いたー。まあ、じゃあ一応はめといて、はい、オッケー。ん？え、ダメージ増加3、ここにも入ってた。うわー、だったら合わせてダメージ増加4にすればよかった。言ってよー。あ、図書室あった。これは蜘蛛の糸ゲットできるし、さらにエンチャントが、お、ダメージ軽減 3？ はい、嬉しいと。はい。あー、まあ、でもダメージ軽減3だけで十分だな。よし、じゃあこれで釣り竿と、え？ちょっと待って。なんで釣り竿作った俺。オッケー、これで弓も作れたね。まあと、このガラス瓶も作っておいて、オッケー、これで、あ、待って、金床だ。ダメージ軽減は、このレギンスにつけよう。よし！もう、完璧です。これで、じゃあエンドいこうか。よし、これで、エンドラ倒していこうか。まあ、でもそっか、俺、エンダーマンに、やられそうになっても、行くぞ。くれ！わ、強ーい！これができるのか。さあ、そして、エンダードラゴンいるね。だから、まあ、いつも通り、こうやって。まずは、あー、クリスタル破壊していこうか。こいつでもね、ちょっと強化されてるからね。あー、ファントム出てきた。そして、まあ、火炎耐性つければいいでしょう。そして、あー、出た出た出た。あー、雷落としてきたね。ただもう俺火炎耐性ついてるから。今思ったけど、ファントムこれ、一撃だな、俺。行くぞ。ほら。まあ、でもとりあえずまず、はい、オッケー。エンドクリスタルを破壊していくと、これね、わかったわ。破壊するたびに雷が降ってくる。おそらくあと、ここと、そこがラストだな。あ、もう、ファントム多すぎて、もう、よいしょー、シフトで倒しちゃうよね。待って、ちょっと弓がね、ファントムのせいで定まらない。オッケー！これもう全部壊せた。ってことで、あ、待て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 。ドラゴンブレス、あるじゃないか。ってことで。はい、ガラス瓶で回収して、行って、エンドストーンとドラゴンブレス。で、できた！エンドハート！いただきまーす。これが、俺の最後のハート。なんと、エンダードラゴンの能力を使えるようになります。まあ、つまり、この飛行が、可能になると。すごーい！すごい、なんか、視点が、いつもよりリアル。あの、エンドクリスタル復活するんだよね。これは強化されたエンダードラゴンの能力だね。そして真ん中に来たところを、いで、俺が叩く。あ、でもね、こいつ、普段よりやっぱ HP も増えてるんだよね。ただ、いや、攻撃力10だから、相当入ってるぞ、これ。いてー、俺にも結構効いた。
あ、そして復活してるね。いや、ただマジですぐに破壊できる。これやっぱこのエンドラの力相性いいな。あ、うわ、ブレイズも出てきてるわ。ただそれは俺のハートの力で保管できるわ。あ、そしてこれ、あの絶対に俺に攻撃してくるエンダーマンもこんな感じで一瞬で倒せるって考えると、俺今回ハートで無駄な能力なくない？ほら、また召喚されてくるんだけど、あい、あ、でももう半分切ったな。これ次真ん中来たら倒せるかもしれない。あ、これもう真ん中来たか。いって、なんかこの雷の力増してるな。だー、マジか。あ、そしてなんか復活してるから、はい、壊しながら行くぞ。これもうエンチャント金リンゴ食おう。で、はい、もう万全の体勢、めっちゃハート増えた。いや、でもダメージ軽減とか体勢張ってあれだけダメージ受けるから、これあーあー、ちょっと、いた、なになになに、何状態？え、ウィザー状態みたいになってる。あっぷね。もう勝ったと思ってた、今。さあ、真ん中来たね。よし、じゃあこれで終わらせるか。やばい、なんか、回復しようとしてるけど、上回れ攻撃力、よーし。いや、もうこれね、矢もなくなってたからね。ということで、防具マジで壊れそう。なんなら最後にさ、ウォーデン目標だったらの場合、試しとく。ちょっと一応こんな感じで、ウォーデンを呼んでみました。さあ、来い！どっちが早いかな？ということで、ご視聴ありがとうございました。